えー、それではあ明治大学法学部2年8組、救急フランス語レポート8じゃなくて、レポート9の、えー、解説を行っておきます。ちょっと今週はあ月曜日に内視鏡検査をやったので、まあ、一応は異常なかったんですけれども、えー、ちょっとくたびれております。えー、相変わらずコロナの陽性者、増え続けてますね、これ、後期も本当に。 対面授業はできない可能性が高いですね。皆さんもおいろいろ気をつけましょう。えー、っと、えー、レポート9です、えー。やっていきましょう。おー <noise> このイルは前の段落からランプラー、あるいはランプラーとジャッド、えー、翡翠皇帝、皇帝ですね。まあ、これは中国の天帝、天の最高の皇帝、神にあたる存在のことを指しています。えーまあ、皇帝はセット・タッシュ。タッシュは英語のタスク、これが英語に言ってタスクになったんですね。 このアクサンシロコンフレックス S の、まあ、化石と説明しておりますけれども、えー、タスシュッとなるとタスクに近い形です、えー、皇帝はこの仕事をドゥ,、えー、ドゥーズデース12人の、まあ、日本より正確な日本語では12柱の女神に与えたと、えー、コンフィアはコンフィエという動詞の直接を単純過去です えっとで、そのデースを,を,を、まあ、形容して、とても器用なとアビ、アビルは、えー、とても器用なという意味になります。えー、で、えー、オンナプレマトルン、人は、えー、このアプレは、あアプレという第一人息同士のやっぱり直接を反過去、過去における現在ですね。 主説がコンフィアという過去、単純過去ですが、その従属説における反覚を過去における現在です。人が老婆ーー、もしくは三婆、まあまあ、でしょうかと呼んでいた、えー、とても器用な十二柱のお女神にこの仕事を与えたと。えーまあ、人間を作ることですね、人間を,を作るのは難しい。 ですが、せて、せてたんたしとれデリカット、かいりねぱぞしえぜでくれあんねトゥユマン、くでくれあんアニマルと。えー、今回のレポート、スか A かのわかれ道は、一人 B の人がいますが。<laughs> えっと、はい、まあ今日、まあ本人わかってると思いますが、なん,なんとか、えー、ついてきてくれてますが。 えー、デリカって、これ英語の方を、でもニューヨークの街行くとデリカテッセンっていう、えー、看板があって、それは何なんだろうと思いますが、これ皆さん英語の方調べてください。これは繊細なという意味ではありません。意味おかしいですよ。そう,そうそう、繊細なだと。これちゃんと調べると、厄介なとか難しいとか困難なという意味です。扱いに厄介な、あそういう意味ですね。 えー、だから非常に、えー、厄介な非常に難しい、えー、仕事であったと。というのは、えー、何々することはあ動物を作ることと同じぐらい、えー、簡単ではなかったと。人間を生み出すのは動物を生み出すのと同じぐらいえぜ、ー、簡単ではなかったということです、まあ。いろんな説があるんですが。 同感プ,プレタンドク。これ、これタプレ、えー、プレタンドじゃなくて、同、え、感、ー、プ,プレタンドでいいんですね。上の手合は読まない。ちょっとくたばれてますので、間違えてますが。えー、っと、ある人々たち、人々は以下のように主張すると。これは直接を現在ですね。えー、セドゥーズマトホンの、これ、これらの10人の おサンバは、えー、アシステランプレア。えー、皇帝を、まあ、補佐する。助け、助けて、助けた。これも直接の半過去ですね。えー、アシス、トですね。デピルモンマン、えー、以下の、こういう時からと、イルリデドクレーロームと、いるは、これは皇帝です。皇帝が、 人間を生み出すと考えついた。いう、これ、アブアールの直接を単純過去です。そこから、この十二の老婆はまあ皇帝を助けたと、ある人々は主張しているということですね。はい、ドートル・パンスク、このプレターンズを繰り返さないで、こっちはパンセという第一軍規則。 速度をし、考えると、他の人たちは、ああ、以下のように考えると。奥、奥がエスアマン、奥、奥、ル、レボリューション、ルリメ、ルリベ。宇宙の進化、進展、まあ、発展。につれて。えー、ルノンブ、デディビニティ、ディビニティ。えー、これはインド、ヨーロッパ。 ヨーロッパ語族の中、この d ブ v ていう、この単語のこの部分というのは非常に古い、えー、言葉ですね。インドヨーロッパ語族の基本的な語彙の一つです。えー、これ、ここでは神々。神々、人間、そして動物と。 の数。で、アンスイック何々とは同様に、ラカ,ラカンチってこれも数ですで、ドゥテードエデー、えー、テーフは相変わらず地球と訳している。これはこの授業でも何度も言ってますか。神話とか説話では、えー、大地が丸いという観念を持って、 いいいる人たちはほとんどいないのでこのテールを現,現代英語からあ地球と訳すのは間違いであると、えー、これを何度も言ってます。これ次のレポートで続けた人はもう落としましょうかね、えー。まだあと2回あってこのテールは出てくるでしょうか。 もしもこれを地球とまた訳した人がいたとすれば、えー、テールが出てくるかどうか <laughs> あ、わかりませんけれども、これはもう、即刻もうそれで、えー、不可、ということになりますが、出てこないのかな幸いにして。はい。まあそういう、それでまあ解説動画を見てない。まあ余裕がないですね。まあレポート。 間違えてレポートを、他の科目のレポートを出した人がいて読みましたけど、まあつまらないレポートですね。<laughs> 私のレポートの方がや結構難しいですね。はい。えー、っと、だからここでは、第一話はここでは土ですね。土、水、空気の量と同,同様に、神々、人間、動物のか、か 数は宇宙の発展、進展、えー、につれて、えー、ヌーヴァリゲーほとんどゲームですね。ほとんど変化してないと、えー、他の人々たちは考えている。ということは、ちょっと、まあ、この詳細、この神話の詳細は書いてありませんけども。 こう、何か増やしたんじゃなくて、最初から同じ数が神々も人間も動物もいろんなもの、も突然出現したという、そういう神話もあるんですね。まあ神話ってのはいろいろありますので、はい。えー、っと、アプレッサも、サはもちろんこれ論文を指しますね。えー、その死後、人間はプヴドゥブニプヴェプブァフの 直接を半角ですね、えー。死後人間はドゥブニアンジェニー。ーここでまた天才と訳してる。もう忘れちゃったんですね。この授業の最初に出てきたこのジェニー。ーこれは精霊とか神という、えー。死後に人間は神、もしくは精霊になり得る。あれ、精霊神あるいは。 あのとん、別の人間。あるいは、えー、動物にと。単純エグジスタンスポステリア。まあ、これは、えぇ、ー、まあ、に、日本語で言えば、エグゼスタンスポステリア。まあ、来世。次の、おまあ、生存。まあ、来世。では、 えー、精霊もしくは神、あるいは他の人間、他の動物になりうる。という。まあ、これ、輪廻転生ですね。えー、ジェニーにもなりうるんですね。えー、動物にもなりうると。仏教では、えー、人間の下には修羅、 畜生、畜生地獄、地獄ってのがありますね。えー、っと、アンジェニー。ま、これ、精霊もしか神と訳してください。えぇ、ー、精霊、あるいは神、t ィマンケアソン o ブ s、えー、マンケアえぇ、m a 何々を怠る。何々がないという自動詞にもなりますが、ここでは何々、マンケアで何々を怠るという義務。 あるいはですね、義務に、まあ、違反する背くということですかね。えー、た、えー、ジェニー。え、聖霊無しか神は何々なりなりうると。エイトルトランスフェイマー、アン以下のものに、まあ、 変じる。変性する。まあ、変、変化の変に生ですね。生きる。変性する。あるいは変成する。えー、仏教からと変成。情は、変する。変成、えー、することがありうるし、まあ、この義務を背いた、あ、神はですね。えこんなね、あ、これが、なんか辞書 で、ちゃんとした説明はなかったですかね。えー、まあ皆さんは法律を勉強をする子っているでそのうち、まあほまあ、ほほ法学がもう嫌になる <laughs> 諸君も、えー、特に34年になると出てもうすでに2年でもへこたれてる人がいるかもしれませんけれども、えー、これは あ、プラス、こんだね、あで、何々する刑を宣告するという、そういう裁判、裁判の用語で、ダムネという動詞がありまして、これはラテン語から来て、やはり裁判用語、そういう刑を宣告する、そういう刑に処するということです。ビーブル・ダンル・バ・モンドとえ、下の低い世界。 あるいは、下劣な、下の、世界、で、生きる、という、まあ、形に、えー、処せられ、うる、ということです。より低い階層の、えー、この、ジェニであってもですね、えー、義務に背いた、まあ、ジェニ、神、えー、精霊はそうなっていますね。 最後の文章。あんなに丸ルべベんかれねだんンんこう、ダンザんこうじゅうまアプレッサモート、えー。動物は、えー、死後、人間の体に、あこのアンカラの皆さんには難しかったですかね。それから最近の辞書はひどい辞書、特に賛成堂に恨みはないんですけど、特に賛成堂の中時点は、メデの生協 あ聖書がなくて書籍は三成堂が入ってますのでなんだかあの <laughs> 通常の売り場では平積み山積み平積みしてあるんだそうですねフランス語辞書として三成堂の中字点でもこれは決して良くない一番勧められない辞書ですねえー、サンカルネ・ダンアンは中カルネは肉ですね、まあ、これはキリストがよ 教の用語で受肉する、そういう肉の中に魂、霊魂が入るということで動物はその死後、えー、人,人間の体に受肉することができるとでそういう人間の体の中に、まあ、宿ると訳しても宿りうるという。 薬ができるでしょう。あと2回のレポートです。特に、まあ、ラテールは出てきませんが、ちゃんと、あれを、この解説動画、えー、ちゃんと視聴してくださいね。はい、それでは、あえー、これまでにしましょう。